マント君は奈良の地域キャラクターの一つ。2010年に奈良県で開かれる平城セと1300年祭に向けて地域で愛されるキャラクターを民間の力で創造しようという趣旨から2008年に誕生した。平城セと1300年祭の公式マスコットとして発表されたキャラクター、セント君の選定方法などに疑問を持った地元の デザイナーなどによる民間団体、クリエイターズ会議、ヤマトが募集、選定、プロデュースを行う。2008年4月15日から新しく、楽しく、愛する奈良と平常計1300年というコンセプトで公募を開始。619点の応募があった。選考では5万票以上の一般投票から5440票の得票で1位選出。 6月2日に発表され、この日を誕生日とする。奈良の象徴である鹿をモチーフとし、平城系のシンボルス作文を模した帽子をかぶり、マントをつけている。作者は黒金神座。名称は、最終選考から発表までの間に募集団体と、作者とで協議を行い、マント君と命名した。また、2008年10月27日には、クリエイターズ会議。 ヤマトが、マン、トクン、ネットへ解消した。キャラクターの著作権は、マン、トクン、ネットが保有。商品化には1アイテム2万円の登録料が必要だが、奈良県内の企業、商店が PR に使う場合や、個人での使用は自由で、無料という柔軟なライセンスとなっている。資金不足で、着ぐるみの作成は、セントクンとナームくにより遅れていたが、 2008年12月に完成し、同月7日より使用を開始した。2009年1月、関西元気文化検証のニューパワー賞を受賞。2009年2月、着ぐるみを活用し自発的に運営していくためのボランティア組織、マントくん、クラブが立ち上がり、マントくんの中身を募集。2009年3月、CD、青に吉マントくん発売。 万とくんの歌、万、徳の温度などを収録。同 CD に、収録の1300年祭イメージソング、青に、吉とともに、奈良市中心市街地の商店街などで放送されている。いずれの曲も、両道子が作詞、清田真奈美が作曲、編曲、歌。2009年9月28日より、ロッテのチューインガムフィット S のテレビ CM に登場、佐藤健。 佐々木望と共演した。2010年4月、童話、なら町大冒険マントくんと、小さな恩苗子が、単行本発売。2009年11月の毎日、新聞大阪本社版連載作品、なら町大冒険に、大幅加筆したもの。2010年7月には続編、なら町大冒険青の巻が、2012年3月には、なら 町大冒険赤の巻が同じく毎日新聞に連載された。いずれも、両道子が作、作黒金神ザが絵。2011年4月、日本エーサーのパソコンの CM、中の人、変わったに起用された。2013年5月、鈴木の軽自動車の CM、アルトエコご当地キャラ編に起用された。ありがとうございます。